いよいよ今夜ルパンが盗まれる。金曜特別ロードショー、お待たせしました。新作登場、ルパン三世盗まれたルパン、コピーキャットは7つの蝶。でもルパンを盗んでどうすんの。おまけにファンの仕事は SOS。 どうなってんの。止まっちゃうかも。黒幕は大悪党マルコビッチ。そしてこれが今夜のお宝、ブルーズアイ。いわくつきの真の宝石をめぐって勝負してみる。さらにこれまたいわくつき、謎の女泥棒ベッキー登場。もう大混乱。やがて知られざるルパンの過去が明らかに。トラブル裏切り続出。ピンチをチャンスに変えろってことルパン。もう今度ばかりはマジやがるかも。テレビ初登場、ルパン三世盗まれたルパン、コピーキャットは7つの蝶。この後すぐ続編部よ。では三月ダイハツ花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。引き続きルパン三世盗まれたルパンをお送りします。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。今ご覧いただいたルパン三世の DVD とサウンドトラック CD、 そしてルパンでおなじみの作曲家大野雄二さんのルパン三世の本をそれぞれ20名様にプレゼント。ご希望の方はご覧の宛先までご応募ください。この放送は松田大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ルパン参上、壁紙、着メロ、ボイスにゲーム、ルパン携帯サイトに今すぐアクセス。携帯ルパン .com。 お楽しみはこれからだぜ。花王、キリンビール、三月とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。CM に引き続きルパン三世ルパン対複製人間をお送りします。ここからは三菱電機、マツダ、大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。最新オリジナルビデオアニメーションルパン三世生きていた魔術師がついに完成。この発売に先駆けサントラ CD と CD ロム付きスペシャル仕様 DVD を20名様にプレゼント。ご希望の方はご覧の宛先までご応募ください。続いて映画ファイナルファンタジーのビデオ DVD の本日同時発売を記念してそれぞれ20名様にプレゼントします。住所、氏名と希望商品名を明記の上ご覧の宛先までハガキにてご応募ください。この放送は三菱電機、マツダ、大正製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。